皆さんこんばんは。今日9月9日はクラブの日なんですね。皆さん知ってましたか？と言いましてもあと15分ぐらいで9月9日になろうとしているところなんですけれども、でタイトルが言っていただいてよろしいですか？はい、はい、BMW Z3 Presents、クラブサミット 9.9 2001です。はい、クラブからできる音楽やですね、文化をですねより広めようと、はい、でまあ賛同してくれるアーティストやですね企業さんと一緒にですね大パーティーをやろうというのが趣旨です。今週2つ目のクラブシャッフルはクラブの日9月9日に合わせ3夜連続で行われたクラブサミット 9.9。 東京渋谷のクラブ5会場でいろんなジャンルのアーティストが出演した大パーティーから9月8日のハイライトをお送りします。まずブエノスからはコボーズのライブを、ファンク、ロック、タンゴをクロスオーバーさせた激しくタイトなグルーヴが人気の3人組、まだ平均21歳という若さです。ステージングのかっこよさに純子ちゃんも惚れ込んでいましたよ。もう熱気冷めやらんといった感じなんですけれども、ところで音楽のジャンルとしては、あ、なんていうんですかね、ネオニューウェーブとでも言いましょうか。高校生のおしまいぐらいから、まあこれプラスボーカルがもう一人いたんですけど、僕は歌ってなくてその時で、まあいろんなジャンル音楽をミックスしてっていう感じでやってて、まあオペラとかタンゴとかが結構好きだったりするんで。あ、一緒、それ気が合うわ。いや、よろしく。よろしくどうぞ。このデートでも、コボーズは10月にもライブツアーを行います。また関西からはクラブライブの常連、大阪モノレールもファンキーなステージを見せてくれました。一方、この日オンエアイーストではジブラを擁するフィーチャーショックのフェアを開催。ファッションショーのほか、なんとキックボクシングの正式試合も行われたんですよ。試合やるっていうのはかなり珍しい感じがするんですけどね。お、ダウン、ダウン、終了、早い。今日は実は俺は首が半端ねえ痛えがバッチリかますからチェックしといてくれ。そしてメインタイムはジブラのステージで沸きました。またジブラのこのヒット曲といえば、フィーチャリングラッパーのこのゲストも忘れてはいけません。他の会場でも大いに盛り上がったこのイベント、来年もぜひやってほしいですね。ということですね、今日は盛りだくさんの内容で、こちら渋谷からですねクラブサミット 9.9 の内容をお送りしたわけなんですけれども、ライブが中心といった感じでしたね。とても音楽内容が盛りだくさんで楽しかったです。どうもありがとうございました。 See you!